今日は皆さんに嗅覚、匂いの感覚についてのお話をさせていただきます。で、私たちの研究室はこの嗅覚のメカニズム、どうして匂いを感じれるかというのを、ある動物を使って実験しています。その動物っていうのはゼブラフィッシュというお魚です。その利点としましては哺乳類と違いますから、母体外で発生する水の中でどん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 育っていくのを見ることができる。例えばGFP っていう光るタンパク質をこの中に発現させておいたら、例えば神経回路ができていく様子や細胞が移動していく様子を顕微鏡を使って見ることができるわけです。さらにさまざまな遺伝子工学的手法っていうのが確立されていて、いわゆるノックアウトフィッシュを作ったり、トランスジェニックフィッシュ、遺伝子導入をした魚を作ったりできます。さらに神経系が比較的単純です。これ脳なんですね。左はマウスの脳です。右はゼブラフィッシュの脳です。マウスの脳大体この前後の縦軸の長さが大体2センチぐらい、それからゼブラフィッシュこれ大体3ミリから4ミリけど、この小さな脳の中にこういろんな感覚を受けて、それを処理して、そして行動に移すような神経回路がちゃんとある。さらに最後に魚は嗅覚が非常に発達しています。最初にこのゼブラフィッシュの嗅覚行動を3つお見せします。で、何を嗅いだかっていうのを皆さんに考えていただきたい。はい、左側から何かを入れます。まだ入れてません。今ここに入れました。異性の匂いだと思われた方、じゃあもう一つは食べ物の匂いだと思われた方、こっちが大変です。実はその食べ物の匂い、それもちょっと特殊な食べ物っていうか ATP、 私たちの体の中で例えばエネルギーを作るために、例えばこの筋肉を収縮するっていうのは、これ ATP を僕今すごく使ってるんです。歩くのも、喋るのも、あと考えるのも、全ての、動物、生物の体の中に ATP はあって、そのエネルギーを使っていろんな、行動したりしています。あるいは ATP というのはこの DNA や RNA、 核酸の原料なんです。ATCG が並んでいるのが DNA ですよね。私たちの核の中の遺伝情報です。その A というのはこの ATP の A なんです。あるいは細胞内、あるいは細胞間の情報伝達というのを司っているというので、どんな生物も ATP を持っています。で、体の中で使っているんですけども、魚は水の中に溶けている ATP を感知して寄っていくんです。なぜかっていうと、食べ物から ATP が出てきます。で、例えばゼブラフィッシュの食べ物というのは小さなエビであるとかプランクトン、生きている動物が ATP を水の中では徐々に放出しているんです。だからここにフレッシュな餌があるぞっていうのを、この ATP を感じて魚が寄っていくっていう、これ嗅覚を使ってやっています。じゃあ次の問題です。これ大きなタンクを横から見ています。で、8匹のゼブラフィッシュがこの中に入っています。右上から何かを入れます。今入りました。8匹中5匹が今ここに集まっています。こいつはちょっと遠いんで、このこいつはキューッと、こいつはまだ気づいてないようですけど、はい、この投与した物質の方に魚は全部寄って、何かぐちゃ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 って、実は、プロスタグランジン F2α っていう物質を入れました。どこから出てくるかというと、メスが出します。卵の準備ができて排卵するメスが水の中にこのプロスタグランジン F2α を出せる。で、とともにメスの体の中では実はこの
PGF2α というのはその排卵や産卵を促進するホルモンとして働いているんです。だからメスは自分でホルモンとして使ったものを同時に水の中にも出してしまうと、オスがこのように誘引される、寄ってくる、オスをおびき寄せてで交尾する。じゃあ、3つ目です。これはまた1匹の魚を、これ上からと横からと同じ魚を見ている。じゃあ右から何かを入れます。今、はい、ここに入れました。どうでしょう、魚の気持ちになってくださいこの気持ちなら嫌かもしれないですけど、これビデオ止めてるわけじゃないです。これじーっとしてます。これはい、どんな気持ちになられました？逃げようとしてる。逃げようとしてますよね。最後は諦めたのか、死んだふりしてるのか実はこれは警報フェロモンって言ってます。魚の皮膚の中にこの警報フェロモンが入っています。ある魚が例えば、天敵が来て傷つけられたと、で皮膚に傷を負ったら、そこからその警報フェロモンが水の中へと出てくるわけです。そうするとその仲間の魚、近くにいる仲間の魚がこれを嗅いで、あ、近くに危ないものがあるんじゃないか、危険なものがあるんじゃないかっていうのを感知して、やばい逃げろって言ってブワーッと逃げるわけです。けども最後逃げる場所がなくなったらじーっとする。でこういうふうに、嗅覚っていうのは非常に重要な役割を持っています。餌を探す、交尾相手を見つける、危険を回避する。でこれ全ての生物が行わなければいけない行動です。でもちろんこれ以外の役割もあります。私たちは嗅覚を使って食べ物を楽しんだりというふうな、そういうふうな役割もありますし、他にもいっぱいあるんですけども、個体が生存するために、そして種を保存するために、生物は嗅覚を使っています。はい、私たち人間、5つの感覚を持っています。ただ実は他の感覚も僕たち使ってるんですね。触覚とか温度と痛みや、あるいは痒み、こういうふうなものも合わせて、私たちの皮膚が感じるものを全て多性感覚と言います。その入力っていうのはどういうものかっていうのを見てみますと、嗅覚は先ほど魚の場合にお見せしましたけど、私たちも同じ匂い分子です。空気中に漂っている分子を感じます。で視覚というのはこれ光です。光が目に入ってきてそれを感じている。聴覚は音、これは空気の振動です。味覚、これは味、これは口の中に入ってきた味分子。そして体積感覚はこれはいろいろあって、こう触られたとか突き刺したっていうこの圧とかを感じるとともに、温度もそうですし、圧がこう強すぎると痛みになったりということがします。でこれら全て外界からの入力を受け取るものが受容器です。でこれは体の表面に、体の表面に全てあって、嗅覚の場合には鼻の一番奥、脳に近いところに嗅上皮っていう領域があります。ここで匂いを受容します。で光の場合には目に入ってきた光が網膜に投影されて入力を受け取ります。で音は内耳で、味の分子は舌の上にある味蕾っていう構造です。で触覚や熱などは皮膚が感じています。でこうして受容器で得られた情報はどこへで、それを統合して処理、はい、そうです。つまり脳なんですね。全部脳に入ってくるんです。その中でいろんな計算をしたり、脳がいろんな情報処理をして、さまざまな現象が起こります。例えば街歩いてたと、どこかから餃子の匂いしてきたと、あ、これ餃子だっていうふうに分かりますよね。で次にそっちに注意を向けます。どこ餃子あるのかなと。で、さらに
美味しそうだなと思った後はよし食べに行こうという意思を決定します。そして食べに入ったけどあれこれちょっと王将の餃子と味が違うなというような記憶を呼び起こしたりしますというふうに、この脳の中でいろんな処理をして出力としましては、例えば行動を起こすわけですね。その中華料理屋に入るという行動、あるいは入る前に唾液を分泌してるかもしれない、もう食べる準備、これ自律神経系がこう無意識のうちに動いてるわけですね。あるいは食べたいって言ってこう心臓がすごく拍動が高まってるかもしれない、なんかあるいは 何かホルモン内分泌系を変えてるかもしれないというので、まあ、出力としてはこういうふうなものがあります。はい、じゃあ私たち人間は何種類の嗅覚センサーを持っているんでしょうか。ヒント、バラの匂いを思い浮かべてください。実はバラっての匂いって実体は何だろう、何を嗅いでるんだろうかというのを考えています。そうすると例えばこういうふうないわゆる芳香感、便前感というものを持った化合物が、まあ、いっぱい出てきます。さらに、植物テルペンというテルペノイドという構造をしたようなこういう物質、あるいはこれはエステル、つまりといい匂いするものも出てきます。すなわちバラっていうのは一つの匂いを出してるわけじゃなくって、これ最低ここにあるのは15種類で、これはメジャーなものですからマイナーな匂いはもっといっぱい出ています。これのブレンドを私たちはバラの匂いっていうふうに、まあ、最初、まあ、バラっていうのを見てその名前を記憶するとともに匂いも記憶して感じているわけですね。で実際地球上に何種類ぐらいのこういう化学物質が匂いとして働くんだろうか。匂いのもと化学物質は地球上には40万種類もあるんです。口の中入れないんですけども鼻の中に入ってきます。これで歩いてたら空気の中に漂っているのが自然と入ってきてしまうわけです。だってそれに対応しなければいけない。だいたい人間が嗅ぎ分けられる物質は3000種類ぐらい、数千と言われています。で調香師さんとか、ワインのソムリエとか、この非常に訓練を受けた人は約1万種ぐらいまで嗅ぎ分けることができると言われています。じゃあセンサー何個必要だろうかと、実は約400種類のセンサーを私たちは持っています。でこの場合には400種類の嗅覚受容体というものがあって、それが別々にセンサーとして働いています。つまり別々の細胞で、その嗅覚受容体の種類ですけども、どんな動物が一番多いんだろうというのを調べている人がいます。でここには霊長類を書きました。人間396、約400で、まあ、どの霊長類もだいたい300から400で同じぐらいですね。猿でも。じゃあ他の哺乳動物見てみましょう。マウス、ラット、モルモット、ウサギ、ウマ、犬、牛、だいたい1000前後ですね。人の倍以上の嗅覚受容体を持っている。これどういうことかというと、嗅覚っていうのは実は残念ながら人間では若干退化してきている。その分私たちは視覚が発達してきている、そういう動物です。でこの受容体ですけども、人間約400種類あります。400種類だけども1000種類以上、数千を嗅ぎ分けることができる。どうしてだろうと、鍵と鍵穴を考えてください。一つの鍵は一つの鍵穴しか開けれないとすると、400種類を持ってるんだったら400種類しか嗅ぎ分けることができないですよね。けども実際は一つの鍵穴に2つの物質が入ることができる。例えばここ丸い鍵穴だったらこのまん丸のやつが当然入ることができるし、ちょっと四角いところはあるんだけども丸いこの構造を持っているものもくるっと回せばここに入ることができるんですね。ということでこれ組み合わせを作ると400種類があってももっと数ができるわけです。すなわち一つの匂い物質がこう例えば2つ2種類の受容体に結合できる、3種類の受容体があった場合にはこの3つの組み合わせだけですしかないんですけども、400種類の受容体があったら400から2つを取る組み合わせ、ここで並んだ計算 400×399÷2 で、これは約8万種類の組み合わせができる、十分な数ですね。でもし1つの匂い物質が3種類の匂い受容体に結合できると仮定すると、
400種類の受容体を持っていれば、計算すると1000万の組み合わせができる。だから数千を嗅ぎ分けるなんて非常に簡単であって、結局自然界に存在する微生物40万種類をはるかに超えてるわけです。でもただ全部を嗅ぎ分けることはできずに、私たちは数千なんですけども、まあ、十分な数がある。この組み合わせの理論を使うことで足したような匂い分子に対応できるわけです。嗅覚の情報がこの鼻から入ってきて、この嗅球へと伝わります。ここで匂いの地図っていうのが実はできています。そこにはうまく神経の配線が、鼻から脳へとされていて、それによって匂いの地図があるわけです。で、鼻の中に入ってくる匂いっていうのはランダムです。この1の情報は全くないですね。上下左右とかないし、こう混ざり物が入ってくるから、それをうまく整理整頓しないと、まずは次に脳が処理できないわけです。で、何をもとに整理整頓すればいいかっていうと、化学物質ですから構造が違うわけですよね、それぞれ。そうすると分かったことは、この A という領域にはこういう物質がの情報が入ってくることが分かりました。先ほどの受容体を介して、で B という領域を見るとアルコールが表現されている。で C という領域を見ると、便前管に OH 水酸化がついた、これはフェノールっていう構造の誘導体です。で D という領域を見ると、これはいわゆるケトンっていう構造物質ですね。 H という領域を見ると、ここはベンゼンやベンゼン、そのベンゼンに何かがくっついたベンゼン化合物です。 I というところを見ると、ヘルペン骨格を持ったものがここっていうふうに、こうランダムにいろんな匂いが入ってくるんですけども、それをこの脳の入り口のところで動物はきれいに整理整頓、化学構造に伴った地図を作ってるわけです。きれいに整理整頓してくれたら、こう次の処理がやりやすいということで、全ての生物、これ昆虫もこういうことやってます。で、今世界の研究はこの嗅球で匂い地図があって、それがどういうふうにさらに脳の奥へと伝わっていくかというのを、私たちの研究室も含めて進めています。例えばどういうふうに匂いのイメージを作ってそれを認知するのか、あるいは匂いというのは好き嫌いが非常にはっきりしているような感覚です。嫌な匂いとか好きな匂い、だから私たちの情動をこう心を動かします。そのどういうふうに動かすのかどうか、あるいは匂いの記憶というのも非常に重要なものです。私たち子供の時の匂いの記憶を持っています。こういうのを今世界中の研究者が研究しているわけです。以上です。ありがとうございました。